要するにこの2つが米国人化することで、まあ、英語がこう普段より話せるようになったまたこう話せるようになった気がするみたいなこういった感じが生まれてくるんじゃないかなと思っています HiHow Doing I'm Dr. Lee Pronunciation Director Dr. e n g l i s h はい、どうもみなさんこんにちは Dr. ター・ e ィ・ n g l i s h ュ発音ディレクターのドクター・の Dr. Lee です、えー、今回はですね結構どうでもいい話をしたいと思いますあの酔っ払った時に 英語が流暢になるる人っていると思うんですすよでこの話結構聞くんですねででまた実際こう私の経験上もこういう人ってよくいたなって思うのでやっぱりこう日本人って酔っ払った方がある程度英語が流暢になるっていうのは実は本当じゃないかなって思ってますではあのどうして酔っ払うと英語が流暢になるのかということを私なりにちょっと分析してみましたなのでもし興味があったら最後までお付き合いいただければなと思います で初めに断っておきたいんですけどもあのこれからお話しすることは何の科学的根拠もないあの私個人的な意見なので,でその中には多分一部の,あの人間に対するちょっと偏見も含まれていると思うんですけども、まあ、その辺りをちょっとご了承いただいた上で、まあ、気軽に見ていただければなと思いますで酔っ払うと英語が流暢になることに関してあの2つの理由があると思うんですよ まず、えー、メンタル面が変わること。で、えー、発音が変わること。この二つだと思うんですね。で、要するに、この二つが、あの、米国人化することで、まあ、英語がこう、普段より話せるようになった、またこう、話せるようになった気がするみたいな、こういった感じが生まれてくるんじゃないかなと思っています。じゃあ、まずですね、あの、メンタル面が米国人化することについてちょっとお話ししたいと思います。で、あの、お酒飲むと緊張感なくなるじゃないですか。 で少しこう気が大きくなる人っていうのも多いですよね普段そんなにこう強気で話したりとかしないんですけどもお酒飲むとこうやたらと強気になったりする人って多いじゃないですか、まあ、結構うざいと思うんですけども、まあ、でも実際結構いますよねでもしかしたらまあ私自身もそうなんじゃないかなと思いますっていうか多分そうだと思いますでその時ってあの根拠のないこう自信が生まれてきますよねでいつもよりこう堂々と話せるようになるじゃないですか、まあ、なんかこの時点でメンタルが多少こう米国人化してるっていうのありますよね で、まあこれ私のステレオタイプなんですけども、まあアメリカ人ってこう根拠のない自信を持ってる人ってすごい多いなって思ってて、で割と日本人に比べると普段からこう堂々とやっぱり話したりする人多いじゃないですか。 そういうところでお酒飲むと多少そういう風なメンタルになるのって、ちょっとこう米国人化してアメリカ人化してきて、英語ももう少しこうなんていうか、英語らしく喋れるようになるというか、そういうのがあるんじゃないかなと思います。で、あとは酔っ払うと、とりあえず何でも言ってみるっていうような感じになる人も多いです。 まあよくわかってないけども、とりあえず思いついたから言ってみた、みたいな、まあそういった心理になりやすいと思うんですよ。で、これも私の偏見なんですけども、アメリカ人ってそんな感じなんですよね。なので、だから口癖みたいな感じで、just saying みたいなことを言う人って結構多いんですよ。やたらこの just saying っていうのがフレーズに、 入ってきます英語ではなんかこれも国民性の違いだと思うんですけども日本人ってこうこれを今言ったら相手がどういう風に感じるかなとかやたらこうんですよでもアメリカ人の場合とりあえず思ったことはどんどん口に出して言っていくっていう国民性だと思うのでやっぱりそういう人が圧倒的に僕の周りにまあ多かったっていうのもありますしまあそんな感じだと思うので、まあ、なので酔っ払うととりあえず言ってみたみたいな感じになる人がやっぱり多いので。 はい、そのあたりもメンタルがちょっと米国人化するんじゃないかなっていう風な感じです。あとはですね、発音自体もちょっと米国人化します。で、お酒飲むとこう余計な力が抜けてくるのでリラックスしたモードになるじゃないですか。それで何がいいかというと、あの、こう、声帯とか喉とかもリラックスしてくるんですね。で、これがその英語の発声に近くなってくるわけなんですよ。だから普段だと、例えばそのカッチリ発音してる人、まあバーで飲んでて、 Do you want another round? っていう時に、Do you want another round? みたいな感じでこう言いがちじゃないですか、カタカナ発音だと。でもこれが酔っ払うとなんかこうグダグダになってきて、uh, Do you want another round? みたいな感じで、こう、なんかこう喉の力が抜けることによって、こう、無駄なこう音の詰まりがなくなるというか、あとはなんか響き自体ももう少しなんかリラックスした時って、喉側から声が出やすいんですよ。 なんか、はきはき喋れば喋るほど、こう、Do you want another round? みたいな、口先の方で音を作るようになるんですけども、もうちょっとこう、力が抜けてくると自然とこう、喉側で喋るようになるわけなんですよ。そうすると、この発声自体がちょっと英語っぽいというか、で、このままの状態で言うと、Do you want another round? みたいな、こういう風な発音に自然とこう、寄っていくという、そういうのもあると思います。で、もう一個、まあ、同じような感じなんですけども、こう、 あ、ハキハキ話さずにこうダラダラ話すようになるから、やっぱりこう。喉の力が抜けるとそうなりますよね。だから、まあ声自体がやっぱりこう英語らしい響きになってくるので、こう通じやすくなってくるっていう感じですかね。例えばなんか r の発音とか？ あのそもそもこう力が抜けてないと発音できないものが発音できるようになったりとかもしますよね。r ー m ン n Coke っていう時の R のニュアンスとかこれがなんかこうハキハキ発音で言うと r ー m ン n Coke みたいな感じで言うとなんかこう音が口先の方に寄ってくるので、えー、英語らしい R のニュアンスが出ないんですけどもこうハーってダルダルな発音になることで酔っ払ってダルダルな発音になることで Ramen Coke I'll get Ramen Coke please みたいななんか こういう風な発音にちょっと寄っていくんですよねそうするとこっちの方が通じやすかったりするわけですまあこんな感じなんですけどもどうでしょう思い当たることはありますでしょうかこういうのが私が考えるあのこれに関してあの皆さんの意見もちょっと聞いてみたいのでよかったらあのコメントに意見をお寄せいただければえこちらもちょっと楽しく読ませていただきたいなと思います でまた面白かったものはちょっとこうポッドキャストで取り上げて絡んでいったりもしたいなと思うのでぜひ、まあ、皆さんのご意見もお寄せいただければなと思いますはい、まあ、こんな感じで今回は結構内容薄かったんですけどもちょっと雑談的な感じでやってみましたはい、えー、それではまた、えー、次回の動画でお会いしましょう See you next time bye